ダチョウ目は蝶類の一目である。ダチョウ化を含む目であり、現世蝶類の中で原始的なグループである古学類に含まれる。ただしその定義には諸説あり、中でも現世種ではダチョウの実を含む競技のダチョウ目とタイラムネ類に等しい抗議のダチョウ目とが広く使われている。競技のダチョウ目は古学類のすべての原生化を独立目に分類する分類体系で使われる。 古くから、ある定義の一つで、伝統分類である、クレメンツ分類やピーターズ分類などで、採用されている。ダチョウ化のみが含まれる。ただし、化石鳥類のエピオルニス化を含める説もある。データベースでは、NCB、DDBJ などが採用している。講義のダチョウ目は、古学類の中で完全に、流骨突起を失って、地上性に適応した、タイラムネ類をまとめた目である。 この場合、古学類はダチョウ目とシダチョウ目に分かれる。かつては、タイラムネ類は、その顕著な特徴から単系統とするのが主流だった。マイールはそれに従い、タイラムネ類の従来の4つの目をアモクに格下げし、ダチョウ目に統合した。シブリー・アールキスと分類で採用されたこともあり、この講義のダチョウ目はある程度普及した。ただし現在は、分子系統などにより、 タイラムネ類は多系統であり、流骨突起の喪失は平行進化だと見られている。データベースでは、イタス、ウィカスピーシスなどが採用している。ありがとうございます。